はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回はですね、1イコール 0.9999…… の本当の証明をやっていきます。まあ、このね 0.9999…… パッと見た感じ、まあ、確かに1にめちゃくちゃ近いのはわかるけど、1よりちょっとちっちゃい別の何かじゃないのっていうふうに思ってしまいがちなんですよ。でもですね、実際のところ 0.9999…… はぴったり1なんですね。まあ、とはいえそんなこと言われたってなかなかね腑に落ちないと思うので、まあ巷にはいろんな証明方法があるんですね。まあ3分の1を3倍してみたりとか。ただですね、世の中に溢れてるそういった証明方法、説明方法っていうのも一個一個見ていくと、実はですね反論したい点っていうのはたくさん出てくるんですよ。まあ、特に1イコール 0.9999…… っていうのが信じられない人にとっては腑に落ちないね、どこかなんか騙されてる気分になる証明方法ばっかりなんですね。なので今回そういった証明方法を駆け足で見ていきながら、最後には反論の余地もない証明をしていきます。それではまずよくある証明方法から。まず一つ目が3分の1を利用する方法。3分の1すなわち 1÷3 を筆算で求めていくと 0.3333…… と3が繰り返されますよね。この両辺を3倍してみる。すると、1イコール 0.9999…… という風になると、まあこういった証明方法をね、よく見ますよね。でもこの証明方法をよくよく考えてみると、ちょっと腑に落ちないんですよ。っていうのも、0.9999…… イコール1ではない。これはちょっと小さい値だって考えてる人たちにとっては、0.3333…… も3分の1と同じじゃないですよ。っていうのも、どこまで行ったとしても3分の1には届かない。だから 0.3333…… も3分の1とイコールじゃなくて、これよりちょっと小さい何かの値なんだと、まあ、こういうふうに捉えてしまいますよね。そう反論されたら、まあ、それに対して言い返すこともできない。なのでこの証明方法は直感的ではあるんですけど、厳密ではないんですね。じゃあ続いての証明方法。この 0.9999…… の値、何かわからないので X と置きましょう。この10倍 10x の値っていうのは、この位を1個ずらしたものなんで 9.9999…… と。じゃあこれ上の式から下の式を引いてあげると 9x がこれ小数点以下全部消えて9になるでしょと。よって x イコール1だよねと。まあなので 0.9999…… は1っていうね、まあ証明方法もね、よく見ますね。ただですね、この証明方法もよくよく考えてみると、どこか腑に落ちないところがあるんですね。まあ、x イコール 0.9999…… っていう風に置いてあげて、まあ10倍して位をそのままずらしてあげる。まあそれが許されるのかどうかはさておき、10x-x ね、引き算したときに、これ、このハテの部分がどうなってるのと。まあ、果てっていうのはね、無限だから、ないっちゃないんですけど、まあ、このね、先の9、まあ、微妙な誤差ね。この9が左にずれてくれるわけですよね。そうすると、まあ、上から下、引いてあげたときに、この位、ね、果ての最後の部分の位について、微妙な誤差が、生じてしまうと、0.00001。っていう何かしらの、もう本当に小さいけれども、ちょっとした誤差は生じるよねと。x イコール1ではなく、1に限りなく近い何かになるでしょと。まあそういうふうに言いたくなりますよね。ということで、この証明方法、まあ無限っていうものを扱うときに、果たして10倍していいのか、差を取っていいのかっていうところも、まあ厳密ではないので、この証明方法も多少腑に落ちないと。じゃあ次の証明方法。今このように 0.9、0.99…… と9を1個ずつ増やしていく数列を考えてみましょう。このそれぞれの項について1にどれだけ足りないのかっていうことを考えていくと、まあ、1-0.9 は10分の1、まあ、0.1 ですね。0.1、10分の1。で、0.99 は100分の1、まあ、すなわち10分の1の2乗。0.999 については10分の1の3乗と。これが繰り返されていって、じゃあ9が N 個並ぶ場合はって言われたら、10分の1の N 乗と。足りないですよと。じゃあこれが果てしなくね、N が無限まで大きくなったらどうなるのっていう話なんですけど、あ、これ高校数学でやったぞと。N を無限に飛ばした時の10分の1の N 乗の値っていうのは0になるんだと。ね、0に収束しますよと。こういうのを学びました。だから、まあね、1にどれだけ足りないのかっていうと、 N が無限に飛んだ場合っていうのは0足りないってことは、
まあ、この 0.99999…… っていうのは1ぴったりになるんだねと。まあ、そういうふうにね、まあ、考えるっていうのは、これは正しいっちゃ正しいんですけど、まあ、当然反論としては、10分の1を何回かけたとしても、まあ、0にめちゃくちゃ近くはなるけど、0ぴったりになることはないでしょと。ね、何かしら超ちっちゃい値は残るわけだから、まあ、当然これも1ぴったりになることはないよねと。まあ、そういうふうに反論が来てしまうわけですね。まあ、それに対して、ま、言い返すことはできない。まあ、0って習ったし、ぐらいしか言えないじゃないですか。ということで、ここまでね、見てきた3つの証明方法っていうのは、どこかね、反論要素が出てきてしまうんですね。じゃあ、ここから先ね、反論の余地もない、そういった証明方法を紹介していきます。ここでは先ほどと同じように、0.9、0.99…… と、こういった数列を考えていきましょう。で、今回考えたいのは、この無限に飛ばした時、ね、無限番目の数がどういう風になってるのっていう話ですね。でもこの無限番目っていうのは結構考えるのがね、難しいと。無限ってどうなってんのっていうのはイメージしづらいわけですね。ここで、こういう風に考えてみましょう。今、まあ、1にめちゃくちゃ近くなるっていうことは分かったんだけど、1ぴったりなのかは分からない。そこで、まあ、とりあえず1にめちゃくちゃ近い数っていうのを考えてみましょう。例えば、0.97 とか。まあ、1にだいぶ近いですよね。でも、この数列見てあげると、0.97 よりも 0.99 の方が近いですね。1にこっちの方が近い。もっと言えば 0.99 以降の数すべて 0.97 より1に近いわけですよ。まあもっとね、考えていくと、じゃあ 0.97 より近い。例えば 0.9998 みたいな、もう1にめちゃくちゃ近いですよね。でもこれだとしても 0.9999 の方がこの数より0.9998 より1に近いよってことが言えるし、これ以降の数ってすべて 0.9998 より近いですよね。こんな感じで1にめちゃくちゃ近い数をどれだけ考えたとしても、あ、まあこれ確かに1よりね、1にかなり近いんだけど、この数列のどっかのタイミングではこの数よりも1に近い数っていうのを見つけることができて、しかもその数以降っていうのは全部より1に近いと。すなわち、どんなに1に近い数 0.97 とかを選んであげたとしても、どっかのタイミング以降ではより1に近づく、そういったタイミングっていうのを見つけることができちゃうんですね。この性質が非常に重要で、この場合っていうのは無限番目、まあ、すなわち慣れの果てっていうのはこれ1ぴったりになるんですよ。なぜか、逆に1ぴったりじゃなかったらおかしなことが起こってしまうんですね。例えば 0.9999…… っていうね、無限に続くものをアルファと1じゃない何かっていう風に置いてあげるとしましょう。変なことが起こるんですよ。っていうのも、先ほどね、どんなに1に近い数を選んでもあるタイミング以降でより1に近づけるということは、このね、アルファっていうものを考えてあげたとしても、まあ1よりね、1じゃなかったら1と距離があるわけですね。それよりも、アルファよりも1に近づけるタイミングっていうのが出てくると。まあこういうことを言ってるわけですね。まあだからどっかのタイミングでアルファより近いというふうに言えるわけなんですけど、まあこのタイミング以降アルファより近いのであれば、無限に飛んだ場合もアルファより近いと。でも先ほど無限にね、近づけた場合っていうのはアルファだというふうに言ったわけなので、ん、じゃあアルファでもあるし、アルファより1に近い何かでもある、ね、それ両立するってよくわかんないですね。無限番目をアルファと置いたことによって、いやいやいや、もっとアルファより近い何かでも無限番目はあるんですよと。アルファでもあり、アルファより1に近い何かでもあるね、両立し得ない二つの状態っていうのが無限の中にね、入り混じってしまうっていう状態になってしまう。まあ、すなわち、矛盾すると。なので、0.9999…… っていうのは、1に他ならないって考えないといけないんですね。こんな感じで、どんな数を選んだとしても、この数列において、あるタイミング以降でもっと近くできるよ、っていう風に言えるのであれば、その慣れの果て、無限大に飛ばした場合っていうのは、もうぴったり1と、こういう風に言えることがわかるんですね。まあこれ実は大学で習うイプシロン N 論法。
これを噛み砕いたものなんですけど、まあ、このイプシロン N 論法っていうものがあって、こっからいろんなね、10分の1の N 乗っていうのの N を無限に飛ばしたら、実は0ぴったりになるよっていうことだったり、あるいはこういうね、四則演算っていうのが可能なんだよっていうことが導かれるわけなんですね。なので、すべての原点はここにあると言えるわけです。ということで今回1イコール 0.9999…… を証明してきたんですけど、まあもちろんね、丸1、丸2、丸3も間違ったことをやってるわけじゃないんですよ。ただよくよく考えると厳密性に欠ける。なので、イプシロン N 論法っていうのを使ってあげて、うまく証明してあげると、こんな感じでどんどん厳密性を高めていく。ただ、まあこのね、議論の中でも厳密じゃない部分はあるんですね。本当にこれ 0.99997 みたいな1に近い数を選んだとしても、どっかのタイミング以降でより1に近づける、これ本当にそうなのかっていう風に考え出すと、またねアルキメデスの原理とか、まあ結構ね複雑な話っていうのは出てくるので、まあそこのね厳密性をどんどん突き詰めていくと、これが数学の奥深さでもあって、面白さでもあるんじゃないかなと思います。今後もこういった面白い動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。